人間はこの広大無辺の銀河すら徐々に狭くしようとしている。我々は最新情報を入手した。広大な銀河の彼方、ある時輸送艦イーダスが英雄ケニー一族の乗る銀河連邦戦闘専用艦アストリアから一方的な砲撃を受け轟沈する。艦長を務めていたのはレイモンド・ローレンス。なんとかなるって、頼りにしてるぜ。仲間と離れ離れになったレイモンドだが、脱出ポットでたどり着いた未開の惑星で旅の少女と出会う。出会ったのはレティシア・オシリアス。私と共に戦ってください。オシリアス王国に危機が迫る中、自ら密使として旅に出たレティシア。道中森に落ちた流れ星のもとに駆けつけると、そこにいたのがレイモンドだった。本作の主人公は2人から選択可能。散り散りになった仲間を探す先進惑星の住民レイモンドか、王国存亡の危機を前に奔走する未開惑星の王女レティシアか。選択した主人公によって多面的なストーリーが綴られていく。旅を彩る個性豊かな仲間たち。騎士として当然のことをしてきました。借りは返させていただきます。ちょっとは力になれそうな感じしません？気に食わないことがあればいつでも抜ける。周辺を警戒、周辺を警戒。始まりは未開の惑星アスター4号星。美しいオーシリアス王都周辺には立体的な地形や鉱山など多彩で壮大な景色が広がっている。フィールド上でモンスターとエンカウントすると、戦いはシームレスに始まる。バトルは4人パーティーで行う。個性豊かな攻撃方法を持つキャラクターたちはリアルタイムで操作変更も可能。バトルの行動は AP を使用する。構成範囲 AP はバトル中の行動によって最大値も増え、さらに強力なスキルも使用することができる。刻むわよ。覚悟を決めろ。また臨場感あふれるアクションが繰り広げられるバトル中にはストップモードも選択可能。ストップモードなら画面を止めてターゲット変更したり、味方に指示を出せたりと、じっくりと戦略を練ることができる。そしてアクションボタンには任意のスキルを割り当てられる。アクションを連続させるリンクコンボで爽快に戦おう。以上が今回我々が入手した情報だ。ただしこれらは本作のバトルの基礎的な行動でしかない。本作の探索そしてバトルなどは立体的に行えるのが特徴であり醍醐味となっている。次回それらのシステムについても引き続き調査していく。続報が届き次第また報告しよう。オーバー。